面倒くさいに対する考え方がところ上手らしい。忙しい毎日、ストレスからついつい口にしてしまう面倒くさい、その言葉に対して所さんの考え、言葉がグッときたのでご紹介します。皆さんにも何か感じていただければ幸いです。面倒くさいことが嫌なら寝ているのが一番。人は歩きたいし、外へ行きたいし、太陽を浴びたいし、暑いって思いもしたい。そこが幸せを感じるとこだよ。でもずっと寝ているだけじゃ幸せも生きている時間も分かりっこない。めんどくさいことがいっぱいあるからこそ生きてるんだと実感が持てる。めんどくさいって思えるのって幸せなことだと思う。朝起きて歯を磨いたり着替えたりするのって面倒でしょ。でも病気でそれができない人だっている。勉強したいって思っても世界的には貧しくてできない人もいる。だからめんどくさいことがあることは幸せなんだよ。もし自分が歩けなくなったら歩くということがすごく幸せに感じるはず。生きるとはめんどくさいのが前提だから楽しくなる。めんどくさいから嫌ではなく、めんどくさいことをして今を生きている自分を実感することができれば人生は楽しくなります。何でも面白がれる心があれば面白くなる。これが遊ぶための極意でしょう。最後にその隣に座っている男に言いますが、人生は面倒くさいことをちゃんとすることが幸せなのです。ゴミ出しなんてニコニコしてやりなさい。テーブルも拭きなさい。小便は座ってやりなさい。自分がどう思うかではなく、自分の妻にどう思われるかだけしなさい。そんなことじゃないよ。幸せはいろんな便利なものに囲まれて、できるだけ自分は動かないで周りを動かしたくなる。立場的にね、人がつまらないと言っているものを面白がられたら特別な自分を感じられるじゃん。幸せや満足は自分で感じるものだから。